二重国籍の国会議員に関しての調査について現状報告と今後の展望をお伝えしたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回の動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の2月29日木曜日、時間が午前の1時15分を過ぎたところでございます。はい、二重国籍の国会議員に関しての、動画に関してはですね、もう最近私の YouTube チャンネルでですね、特に再生回数が高いということで、皆さんのね、注目具合というのが、わかりますので、そのね、再生回数というのが私のね、調査を進める上での、原動力にも、なっているということでございます。調査についてはですね、少し進展がありましたので、今回ね、ツイッターにはもう書いてあるんですけど、それを含めてお伝えしたいと思います。ということで、まずね、どういう調査をしたのかということなんですけれど、まず二重国籍で問題になった話題になった国会議員ね、現職の方で、お三方おられます。自民党の小野田公議員、そして、立憲民主党の蓮舫議員、そして、自民党の英利アルフィア議員ですね。はい。でですね、小野田さんはですね、2017年のぐらいの においてですね、もうすでに、ご自身がね、二重国籍でありま、アメリカと日本の二重国籍でしたので、アメリカの国籍は、喪失したということで、その喪失証明書と、あとね、戸籍謄本の方もですね、ウェブ上に公表されたということでございます。ちょっとツイッターの方ね、画面をお出しします。はい、今回ね、調査した内容も、ここでお伝えしたいと思います。小野田公社はですね、米国籍喪失証明を公表しました。で、こちらがですね、数年前のね、産経新聞の、記事ではあるんですけれど、はい。で、この記事自体は、はい。米国籍をね、喪失したということですね。蓮舫さんがね、写真になってるんですけれど。で、蓮舫さんとエリ・アルフィア氏がですね、蓮舫さんはね、参議院の東京選挙区で、エリ・アルフィアさんはですね、千葉の5区だったかな、衆議院議員ですね。日本国籍以外の国籍喪失証明を公表したかどうかというのをですね、まず皆さんにね、意見を、求めたんですけれど、ただもう、こちらの方でもね、調査を、したということでございます。それが、次のスレッドになります。ちょっとこちら大きくしましょうか。はい。ということで、どういうふうに調査したのかというとですね、はい。日本国籍以外の国籍喪失証明をですね、公表したかどうか、小野田さんはね、それしてるんですけど、この、お二人がね、蓮舫さんとエリ・アルフィアさんがしたのかどうかということと、二点目ですね、上記国籍喪失証明をですね、第三者我々がですね、入手することが可能なのかどうかということ。で、最後ですね、蓮舫さんのね、戸籍、ね、公表されたんですけれど、その時に、ページ数が19ページも回ってですね、それ、ツイッターの方でもですね、ご意見いただきましたので、確かに19ページってすごいな、ということで、調査をかけたということでございます。で、まずね、結論から言うとですね、限界を感じたということでございます。ということなんですけど、今後のね、セキュリティクリアランス制度を創設にね、注目したいということはお伝えしたいと思います。もうね、つい最近ですね、このセキュリティクリアランスについては、閣議決定、法案がね、閣議決定しましたので、それもね、後半ちょっと簡単にお伝えしたいと思います。完全な解決策じゃないですよ。ないですけれど、一応ね、少なくとも政府においてはですね、そういうやばいやつに関しては調査できるということになろうかと思います。法案が通ればの話なんですけど、ということで、調査の結果についてはですね、一応ね、このツイッターのね、こちらの方に、結果に関しては、報告に関しては載せてあるんですけど、さすがにね、ちょっと、ここで、これを読むわけにもいきませんので、ちょっと簡単にお伝えしたいと思います。まずですね、国籍喪失証明をですね、蓮舫さん、エリ・アルフィアさんが、したのかというと、それはね、確認されていないと。お二人ともですね、蓮舫さんは、中国というか台湾の方かな。
台湾との、ね、国交がないので一応中国籍になるのかなと思うんですけど、まあ、それは、まあ、喪失したというですね、一応そうか、蓮舫さんに関しては証明書は、ね、公表されてるんだと思います。はい、でエリ・アルフィアさんはそれを、ね、公表されていないのということですね。で、次ですね、次がちょっと問題ですね。国籍喪失証明をですね、第三者が入手するのが可能なのかどうかということなんですけれど、これはですね、もうその国に行って、まあ、まず、国に要請する必要がある。蓮舫さんだと、まあ、中華民国、中国で、エリ・アルフィアさんの場合も中国か。あ、すいません。アメリカじゃないですね。エリ・アルフィアさんは、まあ、ウイグルということで、まあ、中国ということになりますが、まあ、それもね、その国に、まあ、要請しないといけないという難しさ。それ、プラスですね。あとは、プライバシーに関する、まあ、その国の、まあ、制度にもなるわけなんですけれど、まあ、という問題があるということですね。はい。で、次ですね、戸籍の方に関してもですね、やっぱりプライバシー関連のね、ことで、かなり現状では、まあ、限界があるということでありました。まあ、国政調査権をね、国会の国政調査権を使えば、まあ、どうこうっていうこともなんかあったんですけれど、まあ、それでもね、ちょっと、まあ、難しそうな感じではありました。まあ、詳しいことはね、下の方に書いてありますので、まあ、興味ある方はね、ぜひ目を通していただければと思います。そして、最後ですね、蓮舫議員の戸籍がですね、19ページもあるのはなぜかに関しては、ね、これはもうちょっと戸籍を当本を見てみないともうわからないというですね、まあ、そういう結論で、ございましたということで、まあ、そのね、戸籍を第三者が見ることについても、まあ、難しいみたいなね、そういう話ではありましたということで、まあ、ちょっとね、なかなか、まあ、皆さんにとって満足のいく、まあ、結果ではなかったんではないかなとは思いますが、一応ですね、まあまあ、とりあえずそれはそれとしてですね、今後、まあ、やっぱりね、世界の標準にですね、日本の制度をね、していきたいなということで、まあ、さすがにね、二重国籍が、まあ、疑われたままで、現職の国会議員が、まあ、いるということ自体は、正直ね、まあ、我慢できない人もね、結構多いんじゃないかなと思います。じゃあ、他の国どうなんだと、アメリカどうなんだとか、イギリスどうなんだとかいうことに関してはですね、G7 各国の、まあ、国籍に関してですね、まあ、国会議員に、ね、立候補できる、国籍、その人の国籍についてですね、ちょっと調査をかけてみましたので、この調査はね、少しね、時間かかりますので、また、追って報告したいと思います。はい。というわけで、あと、そうですね、帰化した人が、同じくですね、帰化してその国の人になった人がですね、立候補できるのかどうかについても、まあ、G7 ということで、まあ、調査をかけているので、まあ、それもね、合わせて報告したいと思います。日本だとね、帰化したら、ね、もう国会議員な、ね、立候補することできますよね。はい。まあ、それに関しても確かに、それでいいのかというご意見は、まあ、おっしゃる通りだと思います。で、次、セキュリティクリアランスなんですけれど、まあ、これね、はい、はい。まあ、これもね、ちょっとインターネット上の、まあ、ウェブの情報をちょっとお伝えしたいと思います。こちらなんですけど、セキュリティクリアランス制度を創設で、まあ、法案が閣議決定という、すいません、画面の左切れてますけれど、これ2日前のニュースに、なります。まあまあ、2日前1日、もうつい最近の、ね、ニュースということで、まあこの法案がですね、とりあえず閣議決定ということで、まあそうですね、野党というか立憲民主党あたりはもうすごいね、反対されると思うので、共産党も、絶対反対だと思いますけど、まあでもね、まあ、とりあえず、はい、今後、法案が成立するかどうかというところは、まあ、やっぱり注目すべきかなと思います。で、このね、内閣官房のサイトにですね、このセキュリティクリアランスに関する有識者会議の、まあ、が行われてきていました。で、一応ですね、先日、1月6日にですね、すいません。で、そうそう、1月19日に最終取りまとめというのが、まあ、できましたということで、そこを、まあ、一応、
簡単にというか、まあ、冒頭のところだけ、まあ、見ていこうと思いますということで、ちょっとお待ちください。はいはい、これですね。はい、最終取りまとめということで、有識者会議ですね。1月19日ということで、まあ、1ヶ月ぐらい前にね、一応最終取りまとめが、まあ、出て、まあ、それが できたからこそ、まあ、今回ね、法案となって、まあ、閣議決定されたんだと思います。今後ね、国会で、まあ、審議の対象になるということで、ございます。ということで、ちょっと初めにのところだけ、まあ、見ていきたいと、思います。はい。というわけですいません。ちょっと、ここをね、調節しますね。はい。これで大丈夫かな。はい。ということで、行きましょう。はい。セキュリティクリアランス制度とは、国家における、情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上、重要な情報として指定された情報、以下 CI、クラシファイドインフォメーションという、にアクセスする必要があるもの。政府職員及び必要に応じ民間事業者等の従事者に対して政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度である。ただし実際にアクセスするには当該情報を知る必要性、いわゆる Need to Know が認められることが前提となる、まあまあなどのということで、まあ、機密情報にアクセスする際にはですね、そのアクセスする人のですね、に関して、まあ、調査することができるということなので、まあ、これね、まあ、仮にですよ、まあ、仮に多分ないと思うんですけれど、まあ、二重国籍の、まあ、人とかがですね、はい、まあ、まあ、政府のね、要職に就いたと、こういう時にですね、まあ、ね、なんとか大臣とかになったとするとですね、その大臣に対してですね、調査が、まあ、できるというようなことだと思います。まあ、ちょっと細かいところとか、いろいろね、まあ、規定されてるんだとは思いますけど、とりあえずそういうことですよ。なので、まあ、国会、この制度で国会議員が二重国籍のものが国会議員になることを、まあ、防ぐわけではないんですけれど、少なくとも行政のね、トップに近いような立場になる人に対しては、もう国がしっかり調査できますよと、まあ、そういう制度であると、まあ、認識を、まあ、しておりますということで、まあ、一応ですね、ちょっと二重国籍の国会議員とは少し話はね、ずれるんですけれど、まあでも非常に重要な、まあ話だとは思いますので、まあこの機会にね、皆さんも、このセキュリティクリアランスね、まあ興味を持っていただけたらとは思いますということで、まあこれがね、まあ結構揉めるんじゃないかなとは思いますね。はい、まあいわゆる、まあ反日野党の方々は、大反対するとは思いますけれど、まあまあそこはね、うん、まあどうなんですかね、うん、意外とすんなり通るかもしれないですけどね、はい、まあ晩年野党でいることがということを考えるとあんまり関係ないのかもしれませんけれど、はい、ということで、まあまあちょっと最後余計なことを言ったかもしれませんが、とりあえず、そんな感じでございますということで、はい、また皆さんのね、ご意見をいただけたらと思います。というわけで以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊します。はい、どうもありがとうございました。